マシュマロクッキーを作ったんです。プロデューサーさんもお一ついかがですか？このプレゼントは、ありがとうございます。ありがとうございます。大事にいただきますね、プロデューサーさん。プロデューサー、チョコレートお口に合いませんでしたか？そんな悪いです。私からは何もお渡しできていないのに。え、お返しですか？ありがとうございます。しっかり味わって食べます。ねえねえプロデューサー、クイズだよ。今日は何の日でしょうか？じゃないよ。でもありがとう。今すぐ食べてもいいかな？白くて柔らかかやつとか、茶色のサクサクのやつとか、なんか忘れとらん？うちもこの間渡せんかったけ、交換したか。プロデューサー、バレンタインにうちが言ったこと覚えとる？私なんだか甘いものが食べたい気分です。忘れてるなら別にいいですけど、急に何ですか？でも、お菓子ゲット。そういうんじゃなかったんですけど。何かを言うのは良くないね。あなたに会えただけで十分さ。ありがとう。あなたはとても義理がたいね。私も次は答えなくては。ありがとう。これは嬉しいものだね。ねえピーターン、3倍返しの法則って知ってる？三峰まだゼロなんだけどな。三峰ももらっていいの？やった、ラッキー。さすがピータン、豆だよね。こんなちゃんとしたものくれなくてもよかったのに。嬉しい、ありがとう。気にしないでください。アーモンドさんたちとお友達になってもらえればって。プロデューサーさん、それじゃあアーモンドチョコどうぞ。ありがとうございます。とっても優しいお菓子。今日は学校でたっくさんクッキーを配りました。お返しの日です。お菓子おいしそうです。え、食べてもいいんですか？バレンタインのお返し。
やっぱあれじゃバレンタイン用にはカウントされなかったか。え、あ、私何かしたっけ。あ、いや、なんでもねえよ。サンキュー。あ、私にか。あ、ならもっとちゃんとしたのを渡しときゃよかった。プロデューサー様、その行く雲の白き良き日でございます。リンゼも持ってまいりました。感謝の日だと聞いておりますゆえ、プロデューサー様、ほらウグイスが思う相手と呼び交わすのでしょう。ねえ、プロデューサーには私の感謝の気持ち届かなかったのかしら。あら、これってありがとう、いただくわ。お返し期待していてちょうだい。嬉しいわ。お返しがあるってことは気持ちが伝わったのよね。プロデューサーさん、なんか忘れちゃってたりしないかなーなんて。もらっていいの？今度絶対お礼するからね。素敵なお返しありがとう。もったいなくて食べられないかも。プロデューサーさん、今日はそのなんでもないです。これ、もらっていいの？ありがとう。でも、なんでだっけ？天下のヘタッピーだった。でも、もらっていいの？なら、一緒に食べたいな。プロデューサーさん、私期待しちゃってたみたいです。そっか、今日はホワイトデーでしたね。ありがとうございます。もうお返しなんて、でもとっても嬉しいです。ありがとうございます。